さあ、ゆかが始まります。ミロソビッチ選手でやります。非常に脚力がある選手ですので、はい、ゆかと跳馬を得意にしてます。世界選手権では種目別で4位に入っておりますミロソビッチでやります。日本は2回目です。この曲はギリシャの音楽だそうであります。テンポ宙返りからムーンサルト決まりましたね、はい。この選手は跳馬で優勝を飾っておりますので脚力はありますわね、はい。しかしちょっと線が細いですから、はい、ダイナミックさという点ではちょっとまだもう少しですね。ああそうですか、はい。1m47cm です。小柄です。1回半ひねりからもう一度1回半ひねりの連続です。ちょっと曲の調子が変わりましたね。そうですね、はい、やっぱりこの曲のイメージっていうのも大事ですもん ね、 ああ場内から手拍子です。いつの間にか満員になりました。名古屋にあります愛知県体育館です。呼吸を整えます。ミロソビッチ、ルーマニア。抱え込みの2回宙返り、はい、うん。全体の印象はどうですか。少し昨日よりは元気がなかったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、無難にまとめてよかったと思います。なるほどね、はい。ちょっと疲れでも出てまいりましたが、ミロソビッチ選手はまだ15歳の選手であります。そうですね、はい、表現力をつけてまたルーマニアのエースになってくると思いますので、そうですね、楽しみにしたいです、はい。これは最初の入り技のところですね。